7月6日静岡市清水区の精神バイパスの工事で橋桁が落下し8人が死傷した事故で橋桁が落下した道路の補修が完了し今朝、通行規制が解除されました通行規制が解除され下り線の車両通行が再開しましたこの事故は7月6日静岡市清水区の精神バイパスの工事中に長さおよそ6 3メートル、 重さおよそ140トンの橋桁が落下し作業員2人が死亡6人が重軽傷を負ったものです落下した橋桁の撤去や路面の補修が完了し事故発生から27日がたったけさ通行規制が解除されました早くやっていただいて助かりましたけど、まあ、皆さん今まで不自由した中でねようやく開通してよかったです 警察は落下した橋桁の調査を搬出先の清水港の不当で続けていて国交省は8月中に2回目の事故調査委員会を開く予定です。